闇夜の鎮魂の鐘よ。 あなたが新しくやってきた魚師ね。私があなたの訓練の担当教官よ。この授業はよく聞くことね。さま、よしとして独り立ちしたいなら、まずは十分。第一ステージをタップしましょう。ここから準備はいいかしら。このストーリーに挑戦してみて。 ここをタップして、魚師リストを引く。 能力を上げたい魚師を選んで、まず、この魚師のレーグをレベルアップさせて、次は強化ボタンをタップ。すべて強化のボタンをタップする。より強力なレーグが手に入ったから、では、さらにストーリーを進めてみましょう。今回は少し厄介な敵よ。あなたはまだ新人な。
一丁上がり。さあ帰ってよ。魚種リストを開いてスキルタブを選択。さて次はレベルアップをタップすれば。少し難しいでしょうね。力を見せてやるぜ。こんなんじゃ自慢にもなんない。さあこれから噂によるとこの占いルームを占い師から手に入れた。一度試してみ